チェルスキー山脈の位置チェルスキー山脈は、ロシアのシベリア北東部にある山脈。オホーツク海沿岸のマガダン州から、北西のサハ共和国の方向へカーブを描きながら 1000km 近くに、渡り伸びている。ベルホヤンスク山脈が西に 500km ほど離れて、平行し、北には、モムスキー山脈が平行しており、南には、ジュグジュル山脈が、オホーツク海沿いに、 南西へ伸びている。ベルホヤンスク山脈との間は、柳川流域が、また北には、インディギルカ川流域と、コリマ川流域の低地が、東、シベリア海に向かって広がっている。インディギルカ川は、チェルスキー山脈を貫いて流れている。インディギルカ川およびコリマ川の上流にあたる、この山が脈は、金の豊富さで知られ20世紀前半には、ゴールドラッシュが起こったが、 一方で、スターリン時代には、グラグが多く建設された。最高峰は、ポベダ山の3147メートル。この山脈が、ユーラシアプレートと、北アメリカプレートの境界をなす。ベルホヤンスク山脈とチェルスキー山脈は西へ動く、空気の流れを塞ぐことで、山脈の西にある平野や、盆地の雪の量を減らし、シベリアの天候を緩和する働きをしている。 山脈の名は、ポーランド人の探検家、地理学者、イヴァンチェルスキーに由来する。ありがとうございます。